桁橋とは、横に掛けた橋桁によって橋面を支える方式で、作られた橋のことである。橋を支えるためにアーチなどの特別な構造体を用いない橋であり、橋の途中に橋脚を設ける場合と設けない場合がある。なお、桁橋を意味する英語、ガーダーブリッジから、日本語では、ガーダー橋とも言う。また、日本で古くから広く親しまれてきた。 丸田橋も桁橋の一種としてみてもよい。単線上路、デッキガーダー橋島原鉄道。中央の橋脚の両側に高さの違う2本の桁橋がかかっている。単線下路、スルーガーダー橋島原鉄道。スルーガーダーとすることにより、両端の橋桁のみで支えることが可能。単純桁橋桁橋は両端を橋脚が支える水平部材で構成されている。 桁の重量に桁上を移動する物体の重量が加わって垂直力が生まれ、その力は建築物を伝わり、橋脚に支えられる。桁橋では士官をあまり長くできないので、長い桁橋では橋脚を多く立てて繋いでいく。これには、一本の桁を二個の支点で支える単純桁橋を連ねる方法と、一本の桁を三個以上の支点で支える連続桁橋がある。 単純桁橋は構造計算が簡単なのが利点である。一方、連続桁橋は構造計算は複雑になるが、同じ断面の単純桁橋よりも長い主観とすることが可能である。副次的な効果として、床板のつなぎ目が少なくなるため、車で渡る際の乗り心地が良くなる。また、地震などで橋脚の間隔が広がってしまった場合、単純桁橋では、 桁が落ちてしまうが、連続桁橋では、その可能性は低い。さらに連続桁橋の構造から、単純桁橋よりも、丈夫さが増し、材料を節約することもできる。鉄道、道路など様々な高架線には、桁橋がよく用いられるが、近年では、連続桁橋が多い。他の形式と比べると強度を保つために材料が多くなり、橋脚を余計に必要とする。 そのため、大型の橋には適さない。しかし単純さゆえの利点もあり、最近ではかなり大型の橋にも桁橋が採用されている。1929年に架けられた北近畿端を鉄道宮津線、円山川橋梁橋脚を建てづらい、中央部では、トラスやアーチなど、別の構造を採用して時間を長く取り、橋脚を建てやすい、周辺部では、 単純桁橋を貫ねる構造の橋も多い。片方の桁を橋脚より伸ばして、感知レバーとし、指示受けを設け底に桁を乗せる構造の橋を、ゲルバー橋と呼び、中央部が桁橋であれば、ゲルバー桁橋となる。箱桁橋の構造桁橋は、主として、車両や橋自身の重さなどに主として抵抗する主桁と、路面を直接支える商番からなる。桁橋では、 曲げによるたわみが発生し、シュゲタ内部の上側に圧縮応力が発生、下側に引っ張り応力が発生する。したがって、上部の圧縮力に強い鉄筋コンクリート昇板に、桁の力も分担させることが多い。シュゲタは引っ張り力に強い鋼材か、プレストレストコンクリートにする。桁は、I 型や D 型あるいは箱型など、 より少ない材料で十分な合成を確保できるような形状が選ばれる。昇番は、鉄筋コンクリート昇番のほか、より強度が必要なときは、プレストレストコンクリート昇番が用いられるほか、試行期間の短縮や薄型化が求められる場合には、高昇番も使われる。他に、以下の補助材が適宜用いられる。手下田間が適切に荷重を分担できるようにする、横桁や縦桁。 橋の立体的な形状を保ち、風による横方向の荷重に抵抗する、横構えや体型構え、雑屈を防止する保護材など、多数の部材がある。一般に流し管の桁橋ほど複雑な構造になる、傾向がある。一方で短子管の桁橋には、薄い主桁と小板が一体構造になった、小板橋と呼ばれる形式がある。ありがとうございます。